レッン50スンフィフティー。まずは今週のストーリーを振り返りましょう。今週は俊太とタマが宮の家へ出かけましたね。では今週月曜日から木曜日までのストーリーをまとめて聞きましょう。次の質問の答えを考えながら聞いてくださいね。 Question one. 春太は手土産のいちご大福をいくつ買いましたか Question two. 春太たちが乗るのは何色のエレベーターですかしっかり聞いて後で答えてくださいね。ではどうぞ。Tama, are you ready? No, I can't choose an outfit. That polka dot one is nice. But this striped one is stylish too. Or maybe the checked one. They're all nice. But this is important. <sighs> this is endless. Wow! These Japanese sweets are great. They're all handmade. What is that round one? That's a strawberry daifuku. That's right. It has anko and a strawberry inside. Let's get that. Okay, six of those, please. Oh, it's this high rise apartment building. Wow, it's huge. Yeah and so fancy. Look, that's a security guard. Oh, wow. It's just like my apartment building in New York. Shinta, Tama! Hi, Mia. Thank you for inviting us. Let's take the red elevator. I live on the 60th floor. The 60th floor? Cool. それでは質問の答えを確認していきましょう <Question one. S 1> シュンタは手土産のいちご大福をいくつ買いましたかという質問でした the answer is six. はい答えは つでしたね。<Question two. S 1> シュンタたちが乗るのは何色のエレベーターですかという質問でした。それぞれの質問に答えられましたか Friday, さ今週新しく覚えた語句やフレーズそして文もたくさんありましたねここではその中からいくつかピックアップしてビートに乗せて復習していきましょうしっかり声に出してリズムよくいきましょうねまずは <Important. S 1> 重要なな大切なという意味です単語の真ん中の部分に矯正を置いて言いましょうどうぞ Important. <Important. S 2> はい続いてはこの単語と前半の「Strraw」の方に強制を置いてどうぞはい次は「守衛 <Guard>」 警備員という意味ですね Guard の UAR は R の音でどうぞ Security Guard. Security Guard. はい最後はこちら <v> エレベーターという意味ですね最初の E のところに強制を置いてエレベーターと言いましょうどうぞ Good job, everyone. しっかり復習 Can do of the week. 今週のキャンドゥは色や形などを言えるでしたでは今週のキャンドゥフレーズをまとめて振り返っていきましょう Monday. 月曜日のキャンドゥーフレーズは That dot one is、nice. その水玉模様の服はいいですねポーカドット、ストライ ped、checked などを使って模様を言うことができますではキャンドゥーフレーズをリピートしましょう That dot one is、nice. はい、ではこれは英語で言えますか あなたし縞模様の「shirt is cool. <S は s t r i ped」と言いますね。これを使って「your striped shirt is cool」と言えばいいですね。ではこの文をリピートしましょう。Your 火曜日のキャンドゥーフレーズは What is that round one? あの丸いものは何ですかやなどを使って基本的な形を言うことができますではキャンドゥーフレーズをリピートしましょう What is that round one? はいではこれは英語で言えますかこのお皿は四角いです おさは plate を使ってくださいどうぞ This plate is square. はいうまく言えましたか四角いのスクエアを使って This plate is square と言えばいいですねではこの文もリピートしましょう This plate is square <Wednesday> 水曜日のキャンドゥーフレーズは。S huge. <S それは巨大ですね。huge 巨大なや big 大きい、small 小さい、tall 背が高い、short 背が低い、短いなどを使って大きさについて言うことができます。ではキャンドゥーフレーズをリピートしましょう。 it's huge。はい、では、これは英語で言えますか。私の兄はとても背が高いです。兄は brother を使いましょう。では、どうぞ。My brother is very tall. はい、うまく言えましたか。背が高いの t a l l を使って言えばいいですね。 ではこの文もリピートしましょう木曜日のキャンドゥーフレーズは take the red elevator. 赤いエレベーターに乗りましょう「Red」や「Blue」「Yellow」などを使ってよく使われる色を言うことができます。 では、キャンドゥフレーズをリピートしましょう。はい、では、これは英語で言えますか僕の帽子は黒です。帽子は c a p を使ってください。どうぞ。はい、黒は black。 と言いますねではこの文もリピートしましょう My cap is black. はい、うままくリピートできましたか色や形などを言えるとあるものについて相手に説明したり自分の好みのものなどを詳しく相手に伝えたりすることができますね。普段の生活の中でも色や形は身の回りにたくさんありますから。 身近なものから言えるように練習してみてくださいね <Friday Laboratory. S 1> このコーナーでは英語にまつわる楽しい内容を週替わりでお送りします今週は英語の歌を聞きましょう今回の歌は「 Yellow, 黄色という単語が使われていますね。今週は色の名前をいくつか学びました。Yellow, Red, Blue, Green などですね。ここではさらにいくつか見てみましょう。まずはクリスとダイアナの英語をよく聞きましょう。オレンジ。オレンジ。紫。Purple。ピンク。ピンク。 茶色。<Brown. S 1> 灰色。グレー。金色。ゴールド。銀色。<Silver. S 1> はい。さまざまな色の名前が出てきましたね。では、英語での発音に気をつけてよく聞いてリピートしましょう。Orange.Purple.